おはよう、グッドモモン、ハローアサギーニョです。今日は大切な日。ここロンドンは晴れてます。朝7時です。グッドモーニング。今日はとっても大切な日なの、覚えてますか？大事な日なんですよ。よいしょ。大切な日はいつもよりたくさん保湿します。いい一日になりますように、成功しますように、うまくいきますように。これで OK。 さあ今日はみんなに一日ついてきてもらおうと思います。きっと最高の一日になると思うので、ロンドンでの大切な一日に密着です。今日は本当にね、大切な日。何かっていうと、願っても見ないチャンスというか、嬉しいことがあったんですね。ちょっと眉毛が変なのはパッツンで隠れるから許してください。はい、今日は私がディレクターを務めてるアパレルブランドポピーの初のコラボレーションなんですね。その撮影なんですね。そのお相手が私の大好き大好き大好きなドレスといえばっていうロンドンのブランドシスタージェーンさんとのコラボレーションなんですね。嬉しい。ご連絡いただいて、今日までなんか実感湧かなかったけど、遠隔でやり取りしてたから、ものづくりも遠隔で作ってたからけど、すごく現実味湧いてきてドキドキしてます、顔大丈夫？むくみすぎ？シスタージェーンさんも日本でコラボレーションでお洋服作るのは初めてだということで、初のお相手にそのポピーを選んでもらえたこと、嬉しいですよね。はい、なわけで今日は、最高の一日になるんで、一日中みんなについてきてもらおうと思います、私のおすすめのご飯とかも紹介できたらいいなと思います。お腹減った。朝ごはん食べに行きましょう。はい、私のお気に入りの朝ごはん屋さんがあるので、近所に。去年も行ってた。去年もここで朝ごはん食べてたの。うまいのよ、それが。ロンドンってさ、朝ごはん有名なんだよね。なんかブレックファースト、なんていうんだっけ。なんとね、朝ごはんはじゃがいも、じゃがいも定食って感じ。わあ、わあ、グッドモーニングロンドン。たらーん、最高だね。今日全然寒くない。ねえ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 。キングスマン見たからさ、こういうテーラーのお店、こういうスーツのお店見たらめっちゃワクワクするね。みんなにも見てほしい。見て見て、ほらこのキングスマン感わかる？こういうテーラーのお店の中にキングスマンの秘密基地があるの。ワクワクする。めっちゃ面白かった。飛行機でさ見たんやけどさ、ネットフリックスに2つで出て、2つとも見てんけど超面白かった。私ね、あんまり戦い系とかなんかアクション系は普段あんまり見えへんねんけど好んで。キングスマンはやばかった。最高。なんか全然人がいない一っ子一人いないけど、なんかトゥルーマンショーを思い出す。ロンドンの真っ赤なバス、1回だけ乗ったことある。この2階に、ここです。じゃらーん。この緑のお店、なんかちょっと工事中だからちょっと映えてないけど、昨日これ食べたから今日こっちにしようかな。チキンベーコンマヨです。チキンベーコンマヨ and sweet corn、yes。 外に変えてもらいました。わ、最高に気持ちいい。わー、Thank you。 わー、Thank you。 わー、来た。最高すぎでしょ。見て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 、美味しそう。ボリューミーなサラダにこれじゃがいもね、言ったでしょ。おっきなおっきなじゃがいもやで。これスマホがこのサイズやもん。ほら、みんなも自分のスマホと比べてみて。こんな感じ。このじゃがいもがさ、最強に美味しいの。まあ言うたらじゃがバタって感じ。いただきます。うますぎ。じゃがいも甘すぎ。美味しすぎるだろう最高なんだよ。ホックホクのじゃがいもにバターとマヨとこのベーコンのしょっぱさが絡み合う。この朝ごはんがさ、日本に帰っても忘れられないのよ。てか聞いて、私がこのロンドンにいる1週間とちょっと、全部晴れ。アメイジング。これマジでアメージングなことで、ロンドンってめっちゃ雨多いんよね。パリもそうだけど、結構曇りとか雨が多い印象なんだけど、私がいる1週間全部晴れ。ちょっと晴れ女すぎて、なんか国から保護されそうな勢い。シスター・ジェンのお洋服は基本的にはロンドンと日本でズームとかしながら作ってんやんか。そう、資料を送り合ったりとか、お洋服のサンプルを受け取って送り返して、受け取って送り返して、こうしたいああしたいっていうのをお互いに詰め込んで、ここはちょっとポピーとしては絶対に譲れないとか、シスター・ジェン的にここは譲れないとかいうのをこうお互いにすり合わせていく作業やってんけど、すごい勉強になったっていうか、やっぱ国も違うし言語も違うし、そもそも一緒の空間で作れないっていうのもあって、いかにこう思いを伝えるか、こういう感じのディティールにしたいとか、こういうお客さんに来てもらいたいからここはこうしたい、リボンじゃなくてフードにしたいとかね、どこまでこう意見を伝えていいものかとかも一瞬思ったけど、シスター・ジェンさんはどんどんこう言い合おうって感じで、寛大な心ですごく向き合ってくれるから、私たちももう全力でここはこうしたい、ここはこうできないかとか言ってめちゃくちゃセッションして出来上がったお洋服だから、ちょっとドキドキしてる。わー、ナイス、very nice。超可愛いね、あの人。話変わるけどさ、飛行機さ15時間ぐらいのフライトなのね。ロングフライトだから映画とかさ、みんなに聞いたんや、インスタグラムで。ネットフリックスダウンロードするのにおすすめのやつ。んならもう「エミリーパリへ行く」がもう過半数、みんなが「おすすめです」って言ってくれたから、ダウンロードする。ほんまにパリ行く最中とパリから日本へ帰る時に一気見しようかなと思って楽しみ。めっちゃ気分上がりそうじゃない？本当にパリ行くし。ロンドンとかパリとかってさ、めっちゃ乾燥してるからさ、結構肌の調子悪いこと多いねんけど、今日とかめっちゃいいねんけど、しっとりしてるし、なんやろ。 Thank you! バイバイバイ。ごちそうさまでした。では行きます。着替えます。家に帰ってきたのでお洋服に着替えます。これはポピーのリボンシースルートップス。このテキスタイルがシスター・ジェンさんとのドレスのテキスタイルに変わりました。楽しみ。 Thank you. Okay, thank you. 行ってきます。あ、お揃いでお揃いでした。ユニフォームのようなユニフォームじゃん、完全にこのリボンのポピーの大人気のテキスタイルがシスター・ジェンさんとのコラボの商品になります。シスター・ジェンは改めて私が昔から結構好きだった。もう日本でも結構いろんなセレクトブランドに入ってて、ドレスといえばシスター・ジェーンじゃないっていうぐらい知名度もすごくあるブランドで、私はいつからかな、5、6年前ぐらいにドレスに出会ってからずっとファンでした。私も知ったのが学生の頃、上京してきた頃だったので18、19とか。夢みたいじゃない？そう思ったら。考えてもなかったですそうだよね。なんか想像はしてなかった。想像してなかった。そんなお話今回シスター・ジェンさんからメールいただいたから、なんかえみたいな、そんな未来があったって感じで。私ね、結婚式のね、結婚する時の婚姻届、役所に届けに行く時、シスター・ジェン来てました。うわー、感動しちゃう。すごいですね。やっば。今回のアイテムは私たちポピーでも販売しますし、シスター・ジェンさんの方でも世界へ販売していただくということで、今回バック誌、ルックの撮影する時の背景の紙はポピーのデザインで作らせてもらいました。到着です。ここがシスター・ジェンのオフィス兼ショールームです。可愛いよね。夢だな、こうやって一軒家でさ、ショールームとオフィスと制作するところもスタジオも中に入ってるって、めっちゃ夢なんだけど、私もそういうの作りたいわ。あ、これです、これです。チームが揃ってきました。よかった、いいね。やっぱりこの丈よかった。着やすくなりましたね。さらにお土産はやっぱり東京ばな奈ですよねあ、ソックスか。ああ、We might have tights as well. レースタイツかな。レースタイツ。もしデニムの合わせがやっぱりブランディング的に難しいっていうことであれば、シースルーを合わせる。Okay, yeah, we like this. Good. Thank you. We can try. 今スカートの部分をこう手で少しだけ押さえてしまってるように見えていて、ドレープをもう少し見せたいので、ちょっとだけ浮かせるか、手をちょっとだけ前に。シスター・ジェーンさんを見て私の夢がもう一つ増えました。シスター・ジェーンさんは自分のビルにスタジオもショップもカフェも、ショールームもオフィスも全部あるんですね。羨ましい。このいただいたお紅茶とか飲み物とかパンとかもシスター・ジェーンさんのカフェで多分売ってるやつやりたい。私たちも最高じゃない？ 1 回はカフェでいろんな方来ていただいてて、ミーティングとかもそこのカフェでやりますかみたいな、撮影もパッて撮影しに行けるし、これがちょっと一つ私の夢になってしまいました。頑張ります。皆さんも応援してください。今ね、それとはまた別にカフェをやりたいとずっと思ってて、もうねコンセプトとかも決まってんの実は、けどずっと進めれてなくて、ちょっと後押しされました。やらなきゃ、進めなきゃって。関係ないけどこれはいい？もう見せて。これはポピーの新作お帽子です。まだ販売はいつ頃ですか？ウィンター今年の？このキャップ、トワルド・ジュイの柄なんです。パキュン。次のルックは多分一番人気になると思うアイテムです。シスター・ジェーンさんでは珍しくフードがついたドレス。フードドレスです。可愛すぎる。これ多分一番人気だな。かぶった状態での引きのカットもいただきたいなと思ってて、クロスアップ、引きのフードがあることが伝わるとより。なんか要素がここに詰まりすぎてるからアクセサリーなしにしよう。この柄にしたのもシスター・ジェーンさんがこのポピーのアートをすごく気に入ってくださっていて、でいくつか種類あったんだけど、このリボンがいいっていうオーダーをいただいてこれになった。私たちもこれすごく今大人気だし、私たちのシグネチャーアイテムになってきてるのですごく嬉しかった。ラストカット巻き巻きの巻きじゃない？9時間ね。あ、今5時間。5時間も経った。Well done, everybody. Finish. All done. Thank you. ありがとう。終わった。ご飯をね、頼むって言うから選んでいいよって。ポキがね、このシスタージェーンチームはいつもこれ食べてるんだって。ポケ。ゆずサーモンとか照り焼き豆腐とか、だからジャパニーズポケなんじゃない？チョコレートブラウニーとかなんか途中で出てくる突然チョコレートブラウニー出てくるけど、味噌、オーベルジーヌって何？カレーあ、ナス。あ、オーベルジーヌってナスなんだ。お、ハーフできますよ。何食べますか？私のおすすめはゆずサーモンです。チョコレートブラウニー行きました。Thank you。ありがとう。everyone。OK。ちゃっかりブラウニー頼んだこと言ってない。ちゃっかりジャパニーズ。めっちゃ美味しい。今日のうどん屋さん楽しみにしてて、あ、うどんじゃなかった。パスタ屋さん。でもめっちゃうどんみたいなパスタがあるの。忘れられないよね。ソワちゃんに教えてもらって、そこからリピートで行ってハマっちゃった。終わりました。なんかハートフルだった。最初はできるのかと思って一緒にいないのに、同じ空間じゃないのに一つのお洋服できるのかなと思ったけど、お互いにだからやっぱりさ、シスター J さんがすごくチームがすごいいい方々だったっていうのもあるよね。やっぱりブランドとして大切にしたいこととか、うちらのお客さんにはこれが絶対好きだろうとかをお互いに言い合えるっていう、でいいところになんていうの、落としどころをつけてできるっていう、すごくやりやすくしていただいたのが良かったですね。っていう感じで、私の着用はこんな感じだったと思います。私はまだ着てないからわかんないけど、夜ご飯は待望の私の大好きなロンドンのうどんパスタです。そんなこと、どう、開いた？開いてないじゃん。開いた？ねえ、開いたじゃん。もうなんでだったの？ロックナンバー押してもずっと開かなくて、超緊急事態だと思ったら開いた。すっかり夜になってしまいました。もういっぱいお買い物はしてないけど、ウィンドウショッピングしてた。ここだ、ここ私の大好きなパスタ屋さん。ちょっと暗いからみんなに見せられないかな。うわ、美味しそう。早く食べたい。Thank you。来た。わあ、美味しそう。めっちゃ美味しそう。うわあ。けどうどんみたいな麺、うっといでしょ。濃厚チーズ、ぶっとい。お疲れ様。うん、データも可愛くできたし、シスタージェンさんたちともすごくいい形でやり取りできたし、いい一日だったな。初めてのコラボレーション、こうやってコラボってするんだと思いましたね。シスタージェンさんも多分コラボってあんまりないような、見ないよねあんまり。こうして国を越えてポピーのアートのデザインだったりとか、世界観を好きになってもらえて、つながれて、好きな人と一緒にまた新しいアイテムが生まれて、それを誰かがまた好きになって着てくれて、この連鎖、幸せやね。えらいビューティフルやねって感じで、ロンドンの生活も慣れてきました。でもね、これからパリに行ってお仕事してきます。今回ね、パリコレはね、ソーエンさんとのコラボレーションで行くことになったので、ソーエンさんのパリコレレポーターとしてレポート頑張ります。不安なことも多いですが、きっと全力でワクワク抱きしめてればうまくいくはずと思ってます。それじゃあ最後まで見てくれてありがとうございました。グッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。インスタのフォローも待ってます。じゃあみんなもグッナイ。また次の動画も見てね。せーの、バキュン。